ニーステは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州カッセル郡に属す、町村で、州内で有名な保養地である。この町は、カウフンゲンの森の西斜面、ニーステ川の谷に位置する。カッセル中心部から東に、約1 2トルの距離にある。ニーステの長域は、ニーステ川沿いに、約8 4キロメートルにわたって伸びている。川の上流部の長域は、原則として、 森のない谷のかしに限られているため、その幅はほとんど100メートルを超えない。川の下流部の町域は高さ350メートルのゲルホルツベルク3周辺にまで広がっており、南に約1.5キロメートルの幅を持つ。住宅地はニーステ川北岸の橋の近くにあるが、ここから全方向へ拡大していくことはニーダーザク選手との宗教によって阻まれている。ニーステは バートザルツシュリルフと並んで、カッセル行政管区内では、数少ない町内に地区を持たない町である。1970年代のヘッセン州の地域再編でもその町域は変更されなかった。ニーステは、北はシュタウフェンベルク、南は市町村に属さないグーツベルクカウフンガーバルト及び、カウフンゲン、西はニーステタールと境を接している。 ニーストと記された現存する最も古い資料は1293年のものである。1536年の協定で、ニーステはヘッセン砲白とブラウンシュバイクのカレンベルクコートに等しい面積で分割された。教会だけは分割されなかった。1831年にハノーファー王国はニーステの資料部分をヘッセン選定工業二条とした。2010年、 ヘッセン州とニーダーザクセン州との間で、ニーステに接するエッシェローデの51件の公牧地と、ダールハイムに近いニーステの6件の公牧地と、交換する条約が締結された。交換された公牧地は、合計14.48ヘクタールに及んだ。この町域変更の背景には、シュタウフェンベルク町内あった公牧地に、軍立学校の体育館を含む、 総合運動施設と調整地を建設したいという、ニース町の意向があった。これにより町の管轄問題が浮上したのであった。住民たちはこの町域変更に反対しなかった。この交換条約は、批准文書の内容に基づき2011年6月1日、発行した。プロテスタントイコールルター派の西安な協会組織は、2011年1月1日に、 シュタウフェンベルクのエッシェローでパウル・ゲルハルト教会組織と合併して新たにプロテスタントイコールルター派のエッシェローデ・ニース3位一体教会をシュタウフェンベルクに起こしたこの教会組織はハノーファー地方教会ヒルデスハイム・ゲッティンゲン教区ミュンデン教会クライスに属しているニーステの長議会は15議席からなる2011年の議会選挙でセディは候補者を擁立しなかった このため、ニーステの長儀会はスピードが全遺跡を占めている。ニーステの紋章は、3回の凹凸を持つ教壁が描かれている。胸壁の上は赤字で、銀の大釜の葉が描かれている。胸壁の下は、斜めの破線状に銀字と緑地に分割されている。波線状から髪型及び下方に、それぞれ3枚の葉を持つブナの枝が描かれているが、色は互いに。 反対側の領域の色で塗られている。大釜の葉と胸壁は、町域内にある、古い全然主体像を表している。それぞれ3枚の葉をつけた2本のブナの枝は、カウフンゲンの森自然公園とミュンレン自然公園との間にある、この町の位置を象徴している。斜め破線は、町名の由来になっている、ニーステ側を表現している。ニーステは、工業系産業のない住宅地で、 総延長約 150km の遊歩道に囲まれている。ニーステはアウトバーン A7 号線のカッセル北インターチェンジから 8km の距離で広域道路網に接続している。カッセルからもニーステタールを通る修道 L3237L563 号線で往来することができる。修道 L563 号線を東に向かうと 魅力的なエントシャラークタールやウムシュバングを抜け、ビッツェンハウゼンの宿であるクライアルメローデに至る。隣接する町との接続はこの他に群道がある。ニーステは、北ヘセン交通連盟のカッセルプラス料金エリアに、あり、定期的に、バス路線第34系統が運行している。このバスはカウフンゲン及びエッシェローデとの間を結んでおり、カウフンゲンで、 カッセル行きのトラム4号線に接続する。さらに、バス路線第32系統が、シュタウフェンベルクや、ニーステタールを経由してカッセルまで運行している。この町には、全日制の幼稚園1園と、基礎家庭学校1校がある。総合学校は、カウフンゲンにある。それよりも、上級の学校は、カッセルにある。ありがとうございます。